異世界食堂2を楽しみにしてくださっている全世界のファンの皆さん、ハロー。お元気でしょうか。店主演じております諏訪部純一です。アレテ役の上坂すみれです。黒役の大西沙織です。はい、異世界食堂、前回のシリーズのテレビ放送からもう4年も経ってしまいましたが、こう第2期セカンドシーズンをですね、お届けできることになりました。全世界の異世界食堂ファンの皆様、お待たせいたしました。はい、というわけで、2期を始めるということで、いかがでしたか。お二人ともこうすんなりと役にまた入れましたか。ちょっと時差がありましたけど、4年の歳月が何かを変えてしまいましたか。4年の歳月で私いろいろあったみたいで、はい、意味深ですね、そうですね、事務所が変わったりもあったんですけど、うん、 あのそうですね、なんかあの懐かしい気持ちにやっぱりなりましたね、うん、はい、猫屋って何も変わってないんだっていう、うん、なんか2で何か一ファンあるのかなって思ったら、やっぱりハートフルでした、うんうん、よかったですね、うん、作品のテイストは基本的には変わっておりますので、うん、突然あのアクション活劇とかねゾンビを倒すとかそういう話にはなってはいないんですけれども、うん、はい、はい、上坂さんはそのような形で、はい、お兄さんいかがですか。私もすみぺさんと一緒で、ちょっと苦労を取り戻すのに若干の時間がかかったんですけど、あのアフレコするときに私たちがもらう VTR があるじゃないですか。リハーサル用のやつですか。そうですそうです、はい、その V のもう絵がすごいアフレコの段階でめちゃくちゃできていて、はい、美味しそうなご飯がもう攻撃してくるんですよ、視覚的に。うーん、それに耐えるのに必死でしたねもうアフレコしながら美味しそうって思いながら、はい、なので多分皆さんにはこう色がついて、いろんなこう、まあ、音がついてなんなりして、もっと美味しそうな料理をお届けできるんじゃないかなと思って今から楽しみです。ないかなじゃなくて確実にそうなってますね。そうですね、そうですね、それになってなかったらもう完成してないので作品としてね、色がついてないとか音が鳴らないやつが放送されたらちょっともう大事故なんでそれは絶対ない、問題なんでそこは大丈夫だと思いますけども、うん、はい、私はあの店主を演じるにあたってですね、4年のブランクを全く感じさせない、うん、さすがです、はずです。いや感じなかったです全く。本当ですか、はい、いやでも本当にあのまさにあの上坂さんもおっしゃってましたけど、まあ、猫屋に帰ってこられて本当に良かったなと、うん、再びこのですね、あったかくも美味しい世界にですね、生きる時間を、くださったっていうのはね、本当に私としても、嬉しい限りでございまして、うん、まあこうやってね、また、まあ、待っててくださった方もね、やはりたくさんいらっしゃったようなので、はい、まあ、ぜひあの見ていただきたいですね、はい、はい、もう本当にあのなんて言うんでしょうね、いい作品です、うん、まあ、いろいろとこうね、まあ、殺伐としたようなものも感じられるような、まあ、今世界ですけれども、うん、まあ、そんな中にあって心が温まるですね、そして、まあ、実際ご飯食べればね、なんかこうみんないい気持ちになるじゃないですか、幸せな気持ちに美味しいものを食べるとね、大事、はい、この作品ではそういったですね、こうハートフル、ピースフルな、気持ちを、たくさんこう、見ていて、感じられる作品ですので、ぜひともどうぞお付き合いいただけるとありがたいです。さあというわけで、手短ではございますけどもね、異世界食堂2、最後に、一人ずつ、これはご覧の方にですねメッセージをお願いします。全世界最下位お願いします。じゃあ上坂さんお願いします。はい、改めましてアレッタ役の上坂すみれです。本当に4年ぶりに猫屋のみんなが帰ってくるということで、そして美味しい料理も帰ってくるということで、個人的にはですね、もう店主のあの何ですか、この餅メニューがどれだけあるのかって2期でですね、もう店主が人ならざるこうもうメニュー力を発揮してるのがすごくかっこよかったので、ぜひですね、あの猫屋の新メニューにもご期待していただきつつ、そしてあったかくて美味しい猫屋のメニューを堪能していってほしいなと思います。ぜひぜひお楽しみに。はい、さあ大西さんお願いします。はい、黒役の大西沙織です。もうすみぺさんがいいことは全部言ってくれたんですけども、まあ、ご飯がねすごく美味しそうに描かれて、食べる人たちが幸せそうになれる、そんな作品なんですけど、ちょっとこの2では
人間模様の変化みたいなところもあったりするので、そういうキャラクターたちのこう動きだったり関係性の変化だったり、そういうところにも注目していただければなと思います。楽しみにしていてください。どうも改めまして店主の諏訪部でございますけれども、まあ、今回の異世界食堂2、おなじみのですね、お客様もたくさん登場しますけれども、また新たな新キャラクターも登場いたしますので、まあ、そちらの方のキャストもなかなか豪華な面々になっておりますので、制作のスタッフがこんなにたくさんの人をですね、呼ぶの大変だよって嘆いておりました、まあ、それぐらいですね力が入っている作品でございますので、引き続き応援いただきたいと思います。異世界食堂2、10月から放送となりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、See you soon!